こんにちは、るーちゃんです。うんたんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天这一次影片呢，是要跟大家介绍我跟文当现在非常爱的两个家电。两个。因为我跟文当两个人都有在工作的关系，虽然有说谁负责什么，谁负责什么，还是谁比较有空就做另外一个，但是呢，做家事这件事情还是很累。家事はやっぱり分担しないとね。分担。嗯，对。那最近呢，我们家的家电呢，有整个网上在升级一番。那自从家电升级了之后，我们发现生活真的超不一样的。所以今天就是来跟大家介绍我们升级完之后觉得生活变得很多的两个家电。再生活卡电话，那你的秀。嘟嘟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 。噔，ドラム式洗濯機。那赶快带大家去看一下。那这一台呢，就是我们家的ドラム式洗濯機。大家在窗户那边看到的是文当今天送我的生日礼物的电动牙刷，现在在那边充电，还有文当今天介绍的美颜器。那我跟文当自从换成这个ドラム式洗濯機有什么点比较好呢？我们交给洗衣担当文当来介绍。私が担当なので説明させていただきます。一番のいい点はですね、本当にふかふかに乾燥機かけてくれることなんですよ。3時間4時間ぐらいかかるんですけれども、まあ、しっかりね洗浄してくれて、さらに最後ふわふわな仕上がりをしてくれるんですよ。我跟文当以前都是文当负责洗衣服，然后呢我会去帮他晒衣服。可是晒完之后呢，其实有时候有一些毛巾啊、浴巾啊都会变得有点硬硬的，就摸起来没有很舒服。然后另外一方面是那个晒的流程实在是太麻烦，但是这一台就完全不用，它可以在里面自己烘干，而且烘干完之后呢，都是很ふかふか的。干す時間ってことは、干した後にまたそれを取り出さないといけないんですよ。その作業をね、またいらなくなるんですよ。だから腰が痛くていけない時とかも、そういうのもいらないんです。もう本当にね、これが出た瞬間にふわふわなんですよ。しかもね、一番気持ちいいのはタオル。タオルやばくない？タオルやばいですね。シャッてやったら包まれる。文旦がよくやるのが、これ洗濯終わって、文旦がもうすごい気持ちよくなんか服を畳んでます。そう、本当ね、畳むだけで終わる。しかも畳む時もふわふわだからすごい気持ちいいの。本当にドラム式洗濯機っていいなと思いました。いや、高い理由わかりますね。本当に普通の縦型ドラムよりも2倍とか3倍ぐらい高いんですけれども、本当その価値はあります。ね、最初が値段ちょっと高いから手を出せないというところもあって。但是这一次呢，因为我朋友他们家有不要的这个ドラム式的洗衣机，就卖给我们。然后我们两个想说，哎，那来试试看好了。结果用了之后发现，天哪，真的是天国哎！难怪这么多人都会想要这个ドラム式的洗衣机。俺も最初こんなに違うと思ってなくて、全く押さなくていい。もう本当出た瞬間出来上がってる。那我跟文当现在已经把衣服放进去了，我们实际操作一次洗给大家看。我们这次用的洗衣产品呢，除了中间这一罐之外，这个阿丽尔的还有这个香香豆都是之前厂商给我们，我们两个都还在用。本当いただきましてね、ありがとうございます。首先在正式开始运转之前呢，要把洗衣机、柔软剂这些都放进去。電源入れます。然后这个屏幕会显示出现在的时间。いつもね、お任せ。で、いつもね、乾燥標準なんですけど、標準だとたまに生乾きの時があるんで、分担はね、しっかりを選びます。これによってね、完全にふわふわになります。はい、あとお任せコースです。これで洗濯量本当は測って、その後にね、洗剤とか入れるんですけど、私はもうね、めんどくさいんで、0.8 分目で全部やってます。3時間20分。ああ、惜しい。3時間35分です。はい、3時間35分後に完成です。楽しみー。終わるの待ちましょうか。よし。Hello 大家、那我们现在已经过了3个小时多、衣服已经洗好了。できましたー。開けましょうか。ほっかほっかだ。わあ、あったかい熱気が来る。温暖ね。ほら見て。カメラ越しでもわかるこのふわふわ感。柔らかいの。うん、你好可愛よ。触ってみ。はい。おお、あったかい。ふわふわじゃん。でしょ。気持ちいいの。我接下来在这里折衣服的就是文当的疗愈小时光。触らなくてもいいの。真的很推荐大家家里都可以买一台这种ドラム式的洗衣机。次の家電は何でしょうか？次の家電はこちら。エコバックスの D ポート N Q プラスです。
这一台呢是五合一的扫拖机器人，而且还是亚洲扫拖机器人的销售 number one。那我和文当去年圣诞节的时候有购买一台扫地机器人，那这一年也用得很开心。本来想说我们没有打算尝试新的机种，但是我们今天要介绍的这一台 Divo 的 NQ Plus， 它是有自动洗抹布、拖地跟风干的功能。我们两个使用之后觉得还不错。那因为有拖地的机能，跟之前买的扫地机器人有差异性，两种都可以活用。我们这里直接试用它扫地的功能给大家看。今回皆さんに紹介しますので、リビングルームだけ掃除してもらおうと思います。对，它这个是可以选择要扫哪个区块的，这个是已经在我们家扫过好几次，就是做的地图。皆さんこれなぜデイ君になってるかと言いますと、最初ねデイポットと間違えて読んだんですよ。我跟文章搞错它的正确念法，所以直接把它叫デイ君。D 君の方が正しかったのかもしれません。再生ボタンを押すともうデイ君起動しますので、いきますよ。はい、给大家看他吸头发都会吸进去。哦，哦，なくなってる。扫得很干净，デイ君。いや、デイ君マジで静かだよね。いや、掃除ロボットでこの静けさはね、びっくりした。他这个扫的方式是像这样子用弓形的，保证每个地方都可以扫到。ちなみにですね、なぜね。ここら辺行かないかと言いますと、行かないように設定ができるんですよ。ここら辺ってぶつかるとちょっと危ないじゃないですか、 Wi-Fi なんですけれども、アプリの方からですねデイ君の設定ができまして、こちらのね Wi-Fi の方に行かないように、こういうふうに赤の線でここ行かないでねっていうふうにデイ君に教育することができます。すごいよねこれ。いや頭いい。だから本当ね、こういう掃除ロボットって本当に配線に弱いんですよ。配線に結構絡まっちゃうんで、配線のとこはこういう風にね行かない設定にした方がいいかなと思います。これめっちゃ神設定だと思いました。ね、これいいよね。然后它扫过的地方呢，大家看它会变成蓝色，让我们可以确实把握哪个地方已经扫到了。那我跟文章现在展示给大家看它的拖地机能。ツルツルなんだよね床が。普通の掃除ロボットのホコリ取りとか紙取りとか、ここら辺のだけだと全然ピカピカにはならない。でもモップだけだとすごいピカピカになるし、裸足で歩くのがすごい気持ちいいね。那这台机型呢，它有扫地、吸地，还有旋转加拖地、自动回洗抹布、自动风干抹布，五个机能真的非常的厉害。那这个扫地机器人正上面是水箱。这边二つのねタンクがあるんですけど、モップをかける前にね、こちらのね水色のタンクにマックスまで水を入れます。那放到这个里面呢，一定要放干净的水哦。モップが終わった後は、こちらの方にモップで汚くなった水がねこの中に入ってきます。こちらの方を捨てないと悪臭が出てくるので、こちらの方は必ずモップがけが終わった後は捨てましょう。那扫拖机器人本体里面也有内建 200L 电空水箱，所以大家要记得在正式启动之前要放水在里面哦，因为在这样擦地过程之后它会不断补水给抹布，就不用怕抹布会越擦越干。那除了像文章那样子可以用手机操作之外呢，他们这里也有非常灵敏的触控面板，如果你要扫拖机器人回来的话呢，直接点这个 Home 键它就会自己回来了。起动させます。パチッ。对，它就是这样子会开始做清扫。那这台它很厉害，就是还有远端优先清洁，可以防止二次污染。那扫拖机器人呢，会从离它家最远的地方开始拖地，那拖到一半它会自己回家洗一次抹布，再重新出来，就不用怕它越拖越脏。然后另外还有一个很厉害，就是它有 Osmo 的 Turbo 技术，可以旋转加压，像是人手在擦地板一样。你们看，连我跟文当 DID 上的酱油都可以把它清得这么干净。那现在呢，我们家已经拖完了，看地板有多亮，超级的夸张，超级亮的，很夸张，都还会反光哎，大家看有多扯。那这一台呢，它适用于各种木质地板、复合地板、地砖，还有大理石地面都可以哦，可以溶解常见的污渍，又提升清洁效果，厉害哦。那跟大家分享我们用了这台扫拖机器人之后生活改变的点。我自己觉得第一点的话呢，因为我们之前用的扫地机器人是只有扫地的机能，没有拖地。那这一款因为它有拖的功能，就感觉地整个变得更干净、更放松的感觉。普通の掃除ロボットだとゴミを取るだけなんですけれども、今回モップがけしてくれるということでね、床が本当ピカピカになるんですよ。そこ違うなと思った。もう本当違う。掃除だけでもすごい綺麗なんだけど、モップもついてて、もう裸足でもすごい気持ちよく感じるのがすごいなと思ってます。然后第二点是，它真的没有什么噪音，因为我平常在家里都在工作剪片，然后文当在家里也都在工作，所以如果太吵杂声音的话，就比较没有办法集中精神。然后线上又有很多会要开，在开会是不是那声音很吵又很尴尬？那这台我觉得还不错，就是大概也有听到，它其实没有什么噪音，可以提升在。
家工作的效率。いや本当ね、普通の掃除ロボットと比べて本当静かなんですよ。これは本当すごいよね。うん、私の方がうるさいみたいな。そうそうそう、こっちの掃除ロボットの方がうるさいです。ねえ、掃除ロボットじゃないよ私。まあ掃除しないんですけどね。ねえ。然后第三点是他的手机智能操作很厉害。那刚才也有给大家看，他的那个手机有画出我们家的地图的关系，可以选区清洁啊。像我们这一次就是只扫客厅，那你也可以另外选择说要扫厨房，还是今天只要扫寝室，全部都可以。然后还可以做深度清洁，例如厨房可能地面上就会比较脏一点，那你就可以说厨房要扫两次，就也都可以在他们手机 APP 上面操作。然后还可以设定扫的房间的顺序。然后还有另外一点是刚才跟文达也有给大家看，是虚拟墙的部分，因为我们家有一个小区块放的都是电线啊，就是为了要让这个扫地机器人不要过去那边扫。所以文档在那一块就有操作，让扫拖机器人不要跑过去。もうそれこそね、テレワークでなんかこの部屋はもう集中したいから入ってきてほしくないって時は、その部屋は入らないように設定もできますし、あとスマホの便利な機能としまして、わざわざこの掃除ロボットの場所に行ってボタンを押す必要はないんですよ。もうちょっと離れてても全然スタート押せばもう勝手にやってくれるんで、それはすごい便利だなと思います。然后最后一点就是第四点，也就是这个影片的宗旨。有了这些可以帮我们分担家务的机器，像是洗衣机啊，还是扫拖机器人，就是可以大大降低夫妻吵架的频率。也不是说会因为家事吵架，只是家事我很多都没有做的话，就会有一点烦躁，然后烦躁就会心情不好，就会迁怒，这不太好。洗濯機とね、掃除ロボットあるだけで、本当ね、夫婦の時間が増えたと思うんですよ。ドラム式洗濯機と、あと掃除ロボットって、ちょっとね、値段が高いイメージ持たれるかと思うんですけれども、長い目で見たら、本当時間の節約、あと夫婦の円満を考えると、すごいね、いい買い物したなって思ってます。で、私と文旦も、最初使ってなくて、使ってはもう本当生活が変わったので、もうぜひ皆様も、もうすぐ年末なので、もし余裕があれば、もうぜひ試してみてください。那今天的这个扫拖机器人的详细购买资讯呢，我放在资讯栏，大家有兴趣的话都可以去看一下。但是那个洗衣机好像已经没有卖一样的型号了，所以有兴趣的人呢，都可以直接去家电卖场看一下有没有自己喜欢的样式。好，那希望大家在家事这一块都能够越来越顺利，省下越来越多时间。那我们下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。